はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、というわけで始まりましたポッドキャストニューヨーク情報共有リアルトークラジオカッコ仮ということで、まだ毎回いつも仮みたいなのつけてるんですけど、で今日は8月12日水曜日で、一緒に、お話しいただくのはミュージカル作曲家の高田中さんです。はじめまして、こんにちは、高田中です。ミュージカルの作曲や編曲や音楽監督をやっております。よろしくお願いします。はい、今ちょっともうすでに自己紹介少ししましたけどまず僕から、じゃあ僕は、田中慎太郎と申します。ブルックリン在住で、一応肩書きはフリーランスのジャーナリストということにしていますが、まあ3月以来特に何もできていないんで、でまあ今Facebook のグループの運営を一生懸命やってますということですね。うん、で、高田中さん、ではまあ自己紹介を、はい、軽く、はい、お願いします。はい、そうですね、もう本当に今は、まあこんなコロナの中ですけど、とりあえずミュージカル制作ということで、まあ大きなものだと、西野亮廣さんの、脚本、原作脚本の煙突町のプペルの、オフブロードウェイ版プペアオブチムニータウンの、作曲を今担当しています。まあ、あとは日本の、ミュージカルなんかも担当しつつ、もう本当にミュージカルがやりたくてアメリカに来たっていう、ような活動をしております。はい、まあそういう話はね、おいおいというか、まあ、うん、基本的にまあ続けられるだけ続けようかなと思ってますけど、平日はまあ毎日お届けしようと思ってますんで、まあ、で、コウさんは一応今のところ毎週水曜日のパーソナリティとしてご登場いただきたいなと思ってるんで、はい、まあ、まあ、ニューヨークの話題、一つの話題としても、そのミュージカルの話とかも、まあ、おいおいちょっと伺っていけたらなと思います。ぜひぜひ。はい。で、まず、まあ、このポッドキャストは何なんだということなんですけども、まあ、もともとですね、うん、元になってるニューヨーク情報共有グループというのが、まあ、地元の声を元にして、情報を共有したいということで始めたんですけども、で今僕が毎日本日の NYC っていうのを書いてたりするんですけど、まあそれも含めて、まあ文字だけではなくて、まあ本当にそのままですけど、実際に声をお届けしたら面白いかなという、まあ、思いつきで一つ始めてますけど、あとはですね、僕が毎日だいたい朝1時間ぐらい歩いてるんですけども、その時に結構ポッドキャストを聞くんですね。まあ日本語のもそうだし、アメリカも結構ポッドキャスト、人気というか結構聞いてる人もいると思うんですけども、なんかそういうのって、なんか音のメディアって何かしながらやるっていうのがすごくいいというか、すごく楽しいので、まあちょっと自分もそれをやってみたいなっていうのがもう一つあるんですよね。で、うん、まあとにかくやってみましょうということで、まあお声掛けして、始めております。なのでまあ、いろいろね、至らない点もあると思うんで、ご意見、ご感想、どんどんいただけるとありがたいと思います。で、ぜひぜひ。はい。と言ってもまあ、ね、素人がやってるんで、ガチガチというよりも、緩やかになんとなく話して、うん、あとでテーマを決めるっていう形で、まあ、やっていきたいと思ってますね。で、まあその今日が1回目ということで、若干緊張しつつ始めてみましょうって。はい、まあちょっと前置き長くなりましたが。で、まあニューヨークの話題というのも、まあ必ず入れていきたいなと思うんですけども、昨日の11日に、まあ皆さんね、住んでる方はもうお馴染みだと思うんですけども、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州、で移動してした後に14日間の自主隔離措置というのがあるんですけども、その対象となっている州が変更されましたと。で、新しく、対象になったのがハワイ、サウスダコタ、バージン諸島。で、対象から外れたのがアラスカ、ニューメキシコ、オハイオ、ロードアイランドということで、31州と、2地域。ということで、新しくなったというか、まあ、ちょっと入れ替えがありましたと。で、なので、まあ、対象の州から移動される方は、まあ、お気をつけください。結構、知らずに、
まあ、来ちゃうというか。で、まあ、ちょっと関連というか、ちょっと無理やり、つなげますけど、まあ、コウさんが一週間前、はいはいはい、2週間前に、はいはい、まあ、ボストン、うん、マサチューセッツから引っ越してき、ニューヨークに引っ越してきているんですけども、で、ちょうどなんか、僕は実はその、コウさんが来るときに、駅に迎えに行ったんですけど、うん、で、ちょうどその時にもう、マサチューセッツ州が、外から入ってくる人に対して、テストを、の結果を見せなきゃいけない。なんかそんな、そう、規制がありましたよね。そう、8月1日から、まあ、外からマサチューセッツに来るときは、どの州から来ようとも、そのテストの結果とかを、まあ、見せないと罰金っていうのが、まあ、1日っていうのは僕は本当に引っ越しをした日、もう僕は出てく側だったんで別に全然関係なかったんですけど、うん、そういうことも始まって、これなんか波が来てるなと思いましたね。実際にでもこう、それを聞くと、もうすべての州が対象ということで、結構厳しいのかなっていう感じもしますけど、実際にこう、ニューヨークに来て、その、まあ、例えばマスクしている人とか、なんかこう、わかんないですけど、お店に入る人と、こっちだともう完全に普通に店舗内に入るときにマスクをしてないと入れないというのが、まあ、多いんですけど、うん、そういう違いというか、何かそういう感じることってなんかありました？まあ、ほぼほぼ同じですけど、マスクの結構徹底率とかに関しては、まあ、高いですね、やっぱりボストンの方も。で、まあ、元が結構こう、なんて言うんだろう、お上品っぽく振る舞うような方々がやっぱボストニアンの人多いのか、いや、何なのかわかんないですけどね、別のお店とか行っても、きちんとこう、やってますね。マスクをしてない人を見たことはないです、外で。あ、本当に？そうそう、ボストンでは。普通に歩いてても、まあ結構ね、まあこれも皆さんどのぐらい理解されてるかわかんないですけど、まあ基本的には、まあ屋外だったら、6フィート以内に近づいた時にマスクしましょうねっていう話なんですけど、そう。まあとは言ってもね、普通に歩道とか歩いてすれ違う時って絶対に6フィート以内に入っちゃうんで、まあ常にやってるのが一番、安全っちゃ安全なんですけどね。ただ今、やっぱ結構気温も暑いし、湿度も高いしっていうので、僕も結構歩きながら、もう本当息が荒くなってくるんで、まあ、周りに人がいないときは、そうですね。なんか森の中とか、そういう全然人がいないときにすれ違う人はやっぱ外してて、でもまあすれ違うときだけしてくれるみたいな人は。まあそうですよね。だいたいそういう感じですよね。向こうから近づいてきたら、ちょっとマスク上げてって感じですよね。でも、割と、普通に歩いてても、結構やっぱ、してる人は多いですよね。まあ、逆にしてない人もたまにやっぱいますけど。そうですね。まあ本当幸運だったのはマサチューセッツがそのニューヨークの指定に入ってなかったんで、僕はまああくまでね、その自分のマサチューセッツの身分証明とを持ってきて、とりあえず証明できるようにはしていたんですけど、まああんまりその、アムトラックで来た時も、そんななんか門なんかもなかったし、僕は本当に慎太郎さんと会ってそのまま出てったって感じなんで、まあそんな感じか。でもロードアイランド州が入ってたの知らなかったですね、正直。ああ、今まで入ってましたよね。ああ、そうですか。今回抜けたんですよね。そう、基本的には、基準があるんで、その基準の対象になったらそうなんですけど、だから、僕は逆に今回ハワイが入ったの、ハワイってすごく厳しいって聞いてたんで、増えてんだと思って、ちょっと驚きましたけどね。で、実際にでもこう、生活し始める中で、お店とか、マサチューセッツもやっぱりマスクリクワイアードになってました、お店に入って。なってます。マスクリクワイアードだし、地域によってはこの地域ではマスクは、義務です、みたいな標識があったりとか、ありましたね。なるほどね。その道を歩いてても、とかはありましたし。道にあるんだ。はい。ちなみにでも、お住まいは、ボストン市内ではなくて郊外ですか？そうそう、ちょっとだけね、コロナになって、ちょっとだけ田舎の方に引っ越してたんですけど、ブライトンっていう、ボストンに馴染みのある方だったら結構、クリブランドサークルっていう、
電車の終点があるんですけど、まあ、そこのあたり、結構静かで、まあ、ジェビッシュコミュニティなところだったりするんですけど、そこで暮らしてましたね。もうすごくなんか、トトロに出てくるような場所でしたね。なんか、森っぽいとこがちょいちょいあって。人口はそんな多くない？ないは、多くないはずです。やっぱり、感染者数とか見ても、やっぱりボストンの中心はやっぱり、そりゃ多かったですよね。まあ、ただ、まあ、密度が高いもんね。そうですね。まあ、学生の街だったんで、そのやっぱり留学生が突然いなくなって、で、家とかもガラガラになって、ああ。アメリカ人の子たちも普通に自分の地域に帰ってオンラインで授業受けてたりとかしてたんで、まあ、今はかなりスコーンと誰もいなくなってると思いますね。なかなかね、でも学生の、住んで学生がちょっとまあお金を落としてというか、そういう中で回ってると、なかなかきついっすよね。なかなかでしょうね。なるほどね。まあ結構ね、地域によってまた違いもあるんで、まあそういう話とかも、まあ今後、まあ、毎日、まあ平日ですけども、いろいろ、いろんな方にちょっと代わる代わる一緒にパーソナリティを務めていただいたりとか、あとはまあもちろんゲストの方をお迎えしてお話を聞くといったことをちょっとやっていこうと思います。で、まあちょっとじゃあね、本日はこの辺でということで、まあ、はい、テーマを無理やり決めるとしたら、まあ、マサチューセッツとニューヨークの違いですかね。うんうん。うん、まあ、ボストンというよりもマサチューセッツですよね。うんですね。はい。ということです。じゃあ本日テーマは、マサチューセッツとニューヨークの違いということでした。はい。というわけで、まあ、こちらのポッドキャストをですね、まあ、今はすでにこういう話をしたいっていう方も、ちらほら、お便りいただいてるんですけども、うん、で、まあ、基本的には、まあ、先ほど言ったように、皆さんの声を共有したいということなんで、グループのメンバーの皆さんにも、どんどん参加していただけたらなと思うので、うんうん、で、まあ、告知したいことであったりとか、まあ、単純におしゃべりしたいと、っていう方も、ぜひぜひ、私、田中まで、あ、でも田中二人いるんで、田中慎太郎まで、DM をいただければと思います。はい。それでは本日はまあこんなところですかね。まあ第1回目ということで若干の緊張しながらという感じ。まあ僕は緊張したけど、コウさんは緊張してなかった感じもしますけど、まあそれはそれで。いや、はい、まあ。回を追うごとにちょっとね、慣れてる。回を追うごとに。はい。ということで、はい。それではまあ本日はここまでということで、また明日お会いしましょう。はい。はい。では、良い一日をお過ごしください。良い一日を。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。